えられるのか、ここにどこに視点があるか、ここに視点をどんどん落としていくと地球の真ん中に視点を落とすと楽なんだよ。生きておくね、一つでもいい、二つでもいいな。因为你是把它整个群结，就一个点也可以，两个点也可以，但是你的终点是在你的身体的中心，甚至是地球的中心。一番遠い場所を置いてんだから。皆さんはここだけだから踏ん張られる。那大家通常都是这样子。ね、ここだけ。有没有意思的要把对方压倒？これは力のある人、腕の太い人の顔を真似ようかね。このまま、ほら、もちろん一番遠いところが。それに話したも気になってくるんだ。ほら、こっち。一番距離があるところをここに引かす。ね。みんな、皆さんはね、ここだけ行きたいんだよ、一挙。ほら、ほら。入り立て、入り投げも、ここに引かすんじゃなくて、この場面で。この一番遠い場所をこれを我在讲一点，就是尽量找远离你支点最远的那些点。其实所以在跟他设计师沟通的时候，他会做出那些计划，不一定是跟我们说的。中间的中心线、正中心、正中心を崩すと非常に楽なの。この真ん中にあるこの棒を動かすだけではない。これが側面に。如果把那个中心线已经把它破坏的话，你再做什么？我讲的，我讲的是，我讲的，不能这样，不能这样。你在做那个技法，所以你不是只有针对对方这个地方在做，你是针对他整个中心线在去把它打起。与えられた周さんから与えられた二挙をやりますね。ここ二挙、これを手首をさ、手首固定回していきますけれども。これは難しいですね。これ弱い人いますから。これを支点にしたら、把这里当支点的话，この力点をここにする。他把这里当支点，在做就会很轻松。これが鍛えたらやってください。痛いです。痛いから倒れるっていう。なるま先生もね、ある人は痛いから倒れるって教えてるんだよ。那一般我们的做法，对方会倒下去，是因为我们的关节觉得被扭得很痛。那很多老师他在教的都是教我们要把对方会倒下去的方式来做。最初はしっかり向いてくださいね。そして決めない。で、あとはこれを少し角度を変えると二強の表ね。稍微让对方的手有一点点角度弯曲起来，再做。これを裏は立体的な動作でまっすぐ押さえます。これは S 字の人間の体の背骨、ね、これが、ですか、側面から見ると、こうではないですね、側面がこうなる。就以我们脊椎的一个弯曲的角度、我们从侧面来看、它是 S 字になって、S 字的。腰に負担のかからないようになっているのを、この手を通じて、これなんだ。ね。那做二教之后，其实你是可以通过你的手来，那顺着它脊椎的一个弯曲的样子来做。フリースタイルでは、ここにいるのは危ないですから。以前的做法，如果真正会危险。側面に行って、まっすぐ上から蹴るんですよ。那这个是以前的做法，是站在。旁边直接压下去。体の動線に従って崩してくださいね。那你顺着对方身体有动线来做，就很容易破失。今難しく思うかもしれないけども、これに叶うようにいいですか？で、斉藤先生がいつも教えてくれたね。この動きは、これを決めるんじゃなくて、相手の鼻に同じ方向に行ったら楽に崩れるよ。ですから最初は、ね、あの動きもちょっとうまく痛めてくださいね。それを、この方向だと、この鼻の位置と、この手の位置が、足が、こう戻して、ここに来るとか、で、逃げる。逃げる。こう、逃げたら、こうやる。
同じく鼻の線に特にこっちやったらこっちで、はい、こっちしたらこのままこっちで同じ。それでは手を通じて、ね、手を通じて人間の体の背骨の左右に動かすと楽になる。ここ痛くないな、痛い、痛くないね。おー、だからこれは一つでいいんだ。こうやって同じの決めるなんてな、病院に行きたいから痛すけど、この体の上に行かはじゃない。